こんにちは。今回の舞姫大学特別講義速可塾の久保からお届けしようかと思いますが、これはですね、お金の問題が解決すると、実は本当の問題が見えてくるっていうことですよね。で、多くの方は、お金がないから次のステップに進めないわけなんですよね。もしくは、十分なお金を用意できないから、自分の新しいフェーズに入れないっていうところがあります。まあ私は人生には4つの大きな悩み事があるといつも思ってます。1つはお金の問題です。 二つ目は仕事とかコミュニティの問題ですよね。まあ仕事の問題です。三つ目ってのが何かっていうと健康の問題。やっぱいつも若々しく元気でいたいですもんね。で四つ目が恋愛の問題です。で、今回の、まあ、最近ね話題に出ている私のっかじくの熟成さんで42歳の女性の恋愛の相談なんですけども、この恋愛の悩みが何で出てきたかというと、実は お金の問題が30代でクリアできたからなんですよ。まあ、正確に言うと39歳ぐらいの時に私の速価塾にご縁を持ってそれからね、えー、一生懸命お金を稼ぐためにいろんな選択肢の中から FX を選んでで FX でね、今だいたい2000万円弱年間で利益を取れるようなところまで上がってきたんですよね。これは私のね、個別コンサルを通じてになってきますんでかなり濃いトレーニングがね できたのかなと思いますこの方はですんでそれまでお勤めになっていた会社を辞めてしまいましたあ十数年間勤めていたらしいんですけどもね結構な、ね、キャリアウーマンの方ですよですからでキャリアウーマンだったんだけども20代の頃にお付き合いされた何人かの方とはなかなかご縁が持てずに30代ではちょっとね恋愛過疎状態っていうふうに自分では言われてましたけどもねそのうちにあ私は1人で生きていくんだ1人で頑張っていくんだその中で 女一人の楽しみこれを見つけていくんだと思った時にとりあえずお金ぐらいないとなっていうので私のそっか塾に来てくださったんですよねでその中でなんと、まあ、3年ぐらいでねお金の問題を解決して、まあ、これだったらあ自分の人生お金の心配はなくなったなっていうことで職場を退職されたそうなんですよで職場を退職されると人間関係が極端になくなりましたんで <laughs> この方もうーん <laughs> ますますこれからはね、えー、人付き合いを大切にしないとなって っていうとところででお金が十分あると一人で、ね、最初はあカフェに行ったりとか温泉旅行に行ったりとかそういった一人ひそかな楽しみを持っていたらしいんですけどもふとね私の動画とかをよく見て感じるんですけども私には一緒に何かを楽しんだり一緒に何かを計画したり一緒に何かを思い出すようなこういった人ってのいないなとともちろん女友達と言える人もいないし だからといって異性の友達が多いかっていうとほとんどいないと気が付いたら私はこれから一人で生きていくのに今度逆にこんなにお金を稼いでどうするんだろうっていうふうに思い始めたらしいんですよでもまあ稼げるお金を止めるわけにはいかないので FX のトレードはねこれからもコンスタントに続けていくそうですまた私の FX オリガルヒの構想にもちょっとね、えー、共感してくださって将来は久保さんを支える FX の講師の一人になりたいというふうに言ってくださってるんですよね まあこの方はエフェクスオリガフィに入っていなくって、それ以上の超上級コースの私のねコンサルをね、年間200万で受けてますんで、かなりみっちりとしたことをやってるんですけども、まあでもそういうふうに思っていただけのはありがたいなという反面、この方はお金の問題解決をしてね、今思ってるのは、ちょっと恋がしたいかもみたいなところなんですよ。まあ理想は私の家庭みたいなところの女版っていうのをね、やりたいっていうふうに言われてましたけども、今ね、42歳の彼女は、 厳しい婚活状況だということは分かっているけども何とかね、えー、自分と一緒に過ごしてくれる男性はいないもんだろうかということで今考え始めてるそうです、まあ、私的にはねできるアドバイスとしては所得の低い50代ぐらいの男性は結構余ってる余ってるって悪いですけどねいらっしゃるんでその中から気の合う人を探してみたらどうかなとでちょっとねあの低周関白でもなくって かといって、あまりにももやしっこではなくて、みたいなね、程よい方と、うん、なんか、一緒に暮らさないまでもね、うん、なんか、恋人のように、家族のように付き合っていけるような、うん、残りの30年ぐらいを見れるような方をね、探すのはそんなに難しくはないんじゃないかな、というふうに考えているんですけども、まだね、しっかりとお話はできてないんですよ。というところで、今回の、真姫大学特別講義なんですけども、アラフォー女性の、 婚活ということで、この人ばかりを取り上げるわけではないですけども、やっぱり私のね、速家塾っていうのは、あの、結構ね、私の年代と被る女性の方が多いんですよ。全体的には6割ぐらいが、今となっては速家塾の熟成さんなんですよね。6割女性が。だから男性よりもね、女性の方が多いわけなんですよ。その中で、顕著なのは、女性の会員さんがぐっと増えたのはあの、理想の結婚と家庭が持ちたい、子供が持ちたいっていう風な、 思いを持たれてる方なんですよねで、おしなべてこういった方っていうのは経済的問題をクリアしてるんですよ、うん、不思議ですよねだからねお金が欲しくって速化塾のもうを叩くのはみんな一緒なんですけどもどちらかというと女性の方が早くお金の問題を解決して本来あるべき自分の問題にたどり着いてるんですよねだからこれは男性にも言えるんですけどもお金の心配がなくなったら本当に見えてくるのが人生の 心配なんですよ自分がどうあるべきかってことですだからねあの最近のほら結婚が遅れてきたとかね少子高齢化みたいな問題を、まあ、あるね自民党の議員が取り上げていろいろとね、えー、物議を醸し出してますけどもやっぱりお金の問題がクリアできないと本当の問題が見えてこないっていうところありますよね、うん、お金がないと恋愛も結婚もできないっていうところとかね車離れもするし 酒離れもすするしみたいな感じですそうやって酒や車や恋愛から離れてるとその先には当然進めませんので人生の選択肢はもっともっと狭まっていくっていう,うことになるのかなと、うん、この堂々巡りですよねはいまあちょっと長くなりましたけども今後はこういったアラフォー女性の恋愛結婚について取り上げる機会が増えると思います真、まあ、姫大学特別講義今後もお楽しみに それじゃ楽しくないか、楽しくないですね。すみません、う。ん